栗田長都氏は、戦国時代の信濃国、禅光寺の別当、同栗田城主。通称、お坂部大輔。ここに、栗田鶴竹がおり、鶴寺の子息は二代、栗田長都氏を名乗っている。海義光寺栗田氏は、村上遺国の子息、間隔を外する一族。室町時代には、水内軍栗田に居住し、禅光寺一帯を支配する、里栗田氏の一族と、 戸隠神社の別党を務める山、栗田氏の一族に分立した。天文22年に村上の力与が海の国の武田信玄に敗れて、越後国の長尾景虎を頼って逃れると、長年もこれに追従する。しかし、工事元年長略に応じて武田方に寝返り、武田に属して、軍役60機の足軽大将となって、旭山城に寄った。永六元年に、 信玄が、海の国板垣号に、海義光寺を創建すると、長年もこれに伴って、本尊を奉じて、板垣号へ移住する。A61 年この栗田鶴樹が、海義光寺を継いでいるので、隠居したものと思われる。その後の動向は不明だが、水戸藩校は明らかに伝わる栗田氏の系譜によると、慶長4年に没したとされる。ABCD 鈴木、P287。 ありがとうございます。